カグラザメは、カグラザメ目カグラザメ科に属するサメの一種。全世界の熱帯から、温帯の海域に広く分布する。水深2000メートルまでの深海に生息する。全長6メートル。配色の体色は灰色か褐色でオリーブがかっていることもある。腹側に行くにつれて白色になる。背びれは一気で、体の後方に位置している。糞は扁平で、 大きくカーブしている。6体のエラ、列を持つ。原生のバンサイ類のエラ列は、ほとんどが個体であり、他に6体のエラ、列を持つ。バンサイ類は、シロカグラ H ナカムライアトランティックシックスギルシャーク H ビトゥールズ、ラブカクリミドザラカスアングウィニアス、アフリカンフリルドシャークク、アフレコナ、ムツエラノコギリザメプリアトリーマウォーレニー、プリアトリーマカジャエ、 プリアトリーマアンナエ、ムツエラエーヘックストリガンビカライがいる。葉の形状は非常に特徴的で、下顎の両側に6つのノコギリ状の葉を持つ。餌の種類は豊富でサメを含む、あらゆる魚類、甲殻類、糖塞類、貝類、海産哺乳類などを捕食する。体勢で、子宮内で卵を孵化させる。一度に22から 108B の幼魚を産む。 出産直後の幼魚の大きさは60から75センチメートル、程度。漁業、スポーツフィッシングの対象になる。水産物としては、肉や肝油が利用される。普段は深海に生息しているため人と遭遇する。確率は低く、人を襲うこともほとんどない。しかし、強い顎と鋭い歯を持っているので、釣り上げた時などは、注意が必要である。 2013年1月10日に引き揚げられたカグラザメが、静岡県沼津市にある、沼津港深海水族館で1月19日まで、飼育されていた。また、2015年には、青森県で1月8日に引き揚げされたカグラザメが1月11日、12日に、青森市の浅虫水族館で特別公開された。また、 同年1月23日から2月9日には、茨城県大洗町にあるアクアワールド大洗で、茨城県水産試験場の調査船が捕獲したカグラザメの展示を行った。ありがとうございます。